こんにちは、獣医師の地村です。今回の動画はですね、水遊び後に気をつけたいと、ね、愛犬に起こる3つの危険と正しいケア方法について解説したいと思います。でですね、まあ、水遊びがね、あのワンちゃん大好きなワンちゃんって結構まあいると思うんですけども、まあ、夏、まあ、だいぶ秋になってきましたけども、暑い日にはねぴったりのアクティビティというかね、こうね遊びだと思うんですけど、まあ、でもですね、楽しみは水遊びの後ですね、そのままにしておくと実はまあ危険なことがねあるんですよね。ここではワンちゃんがですね、水遊び後に直面する3つの危険と、ね、その正しいケア方法についてご紹介していきたいと思います。これしておくとワンちゃんがですね、快適に過ごせること間違いなしだと思います。で、3つに分けてね説明します。1つはね、皮膚のトラブル、それから2つ目は毛玉のリスク、3つ目は体温調節の問題ですね。それぞれ詳しく説明していきます。で、1つ目の皮膚のトラブルなんですけど、水遊びをした後っていうのはですね、やっぱりこう全身がね濡れてるわけですね。こうやって濡れてるわけですね。で、あの人間だったらね、こうね、そんなこう 毛だらけじゃないので、こんな感じでこう髪の毛が濡れるとかあったとしても、こう全身がねこうふわーってずぶ濡れになるってことでは人間はないんですけど、ワンちゃん結構ずぶ濡れになって、こう毛がねもうあの 水いっぱいついてる状態になってしまうんですよね。そうするとですね、その皮膚にその毛とかにですね、こうまあ、細菌とかね、真菌、これカビですね、が増殖しやすくなってしまって、結果ですね、皮膚炎を引き起こす原因になる。結構そのままにしとくとね、濡れたままにしとくと、結構ですね、あの動物病院に診察に来るワンちゃん、特にそのワクチンとかフィラリアの予防とかですね、年に1回来る方だとよくあるのがですね、その診察に来る前にあのシャンプーでね洗って、しかも人間のシャンプーで洗ってですね、で、まあ、あの水洗いはするんですけど、でも乾かしてない状態でずぶ濡れで来るワンちゃんね、まあまあいるんですよね。まあまあ言います。で、そうするとやっぱりね、明らかにワンちゃん結構かゆそうにして、ボリ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 、まあ、気にもするのもあってですね、ボリボリかくんですよね。で、それでブルブルブルとかやって、こうね、水がピャーって飛んだりとかしてね、結構そういうのはあるんですよね。まあそこまであのあからさまじゃなくても、まあまあ乾いてるけど中途半端で、結構毛玉になってる、後で説明しますけど、毛玉になってるワンちゃん結構いるんですよね。で、やっぱりあのそうなってくるとですね、皮膚炎を引き起こすんですね。で、具体的にはですね、急性湿性皮膚炎とかね、そのまああのホットスポットとかってこう赤い、ね、ブツブツが結構できて痒がってしまうケースが結構あるので、まあ、しっかりですね、遊び終わったらしっかり乾かしてあげることが大切だよと。もちろんその家でシャンプーするとかでもしっかり乾かしてあげることが大事だし、水遊びに行った後もですね、すぐ乾かしてあげることが大事ですよね。そしてね、だからまあ例えばバスタオル持って行っとくとかね、その水遊び行くにしてもバスタオル持って行っといた方がいいのと、そうすればだいぶ乾くんで、あとはドライヤーとかね、とりあえずあのその水遊びした場所でね、シャンプーするのは良くないことなんで、だってシャンプーがね、その川とかいろんなところに流れ行ってしまうんで、それはダメなんですけど、だからまあバスタオルで拭いてドライヤーで乾かすとかね、でお家帰ってからシャンプーするとか、あのそういったあの対策が必要かなと。やっぱもう濡れたままでお家帰るのはちょっと後でもう説明しますけど、よくはないことなんで、まあ、こういったものを持っていっておいた方がいいかなと思いますね。それから毛玉のリスクですね。まあ、特に毛の長いワンちゃんだと、まあ、濡れた毛が絡まってしまって、でそのままの状態でバスタオルと言いましたけど、あとはね、まあ、できたらあのコームとかね、あのブラッシングするためにあのブラッシング用のコームとかね、持っていっておいた方がいいかもしれないですね。それでこうそうしとかないと毛が絡まってしまって、で毛玉ができてしまうんで、まあ、乾かしながらバスタオルでこう拭いてあげながら、できたらブラッシングしたりしながらドライヤーかけてあげたらいいかなと。ドライヤーもね、なんかこう、充電式のものとかあったらいいですよね。なんかこういろいろその場でできる、車につなげてとかできるものがあればしてあげた方がよりいいかなと。まあ、最悪でもバスタオルでこう乾かしてあげることはまあ大事ですね。で、あとはあの濡れた毛がですね、固まってあの乾燥してしまうと毛玉が結構できやすくなるので、そこがですね、その毛玉できた部分が蒸れて、まあ、皮膚炎が発症してしまったりとかすることもあって、しかもまあ毛玉をブラッシングするとね、痛みを感じてしまってワンちゃん
怒ってしまったりもするし、あとそこはめちゃくちゃこう痛いので毛玉をねこう無理にブラッシングすると、でそれであのやっぱそこが皮膚炎を起こしたりとかね、あと辛い経験になってねブラッシングさせてくれない子になったりもするので、しっかり水遊び後はシャンプー、これあのお家帰ってからね、あの家帰ってからね、帰宅ですね、あ間違えましたね、帰宅してからシャンプーですね。その前にあのさっき言ったようにブラッシング、あのその場ではあのブラッシングしたりとかバスタオルとかしてちょっとこう毛玉できない程度に乾かしてあげて、でお家帰ってからシャンプーですね、してしっかり洗い流して、まあ、しっかりブラッシングして最終的には乾かすことが結構、だからこれ、ね、結構僕はね結構めんどくさがり屋なので、あのなんていうかな、こういうのめんどくさいので、なんかあんまり水遊びさせたくないなってなっちゃうんですけどね、あのこうここまで結構やらないとワンちゃんの皮膚のケアになってこないんで、逆にね皮膚病になったりもするので、だからあのこう結構手間暇かかるよってことですね。それから3つ目ですね、これも結構大事で、体温調節の問題がね生じてくるんですね。水遊び後に濡れた体のまま、例えば涼しい場所、エアコンの効いた車内とかにいると、ワンちゃんはですね体温をうまく調節できなくなってくるんですね。特にやっぱり高齢犬だとあの体温のね調節が苦手になってくるんで、まあ、子犬もそうですけど、だからそういった子ほど風邪ひいたりとかね体調崩しやすいので注意ですね。で濡れた体がですね乾くときに気化熱っていうので、まあ、体の熱が奪われるんですね。あの人間でもですね風呂上がりですねにですね真夏でもあの風呂上がりにバスタオルで体拭かなかったらちょっと涼しくなりますよね。あと打ち水って言ってね、あのお店の方があの外に向かってあのバケツで水バーってばらまくっていうか かけるとかってあると思うんですけど、あれって結構あの地面にあの水がバーってついて、それが乾燥するときに体感温度がね僕らちょっと涼しく感じるっていうのでやってるんですけど、それ あとはね人間でもその風呂上がりにその体浮かなかったら結構涼しいですよね。それであのこう空気あの水がですねこう気化ですね、こう気化あの空気に変わるときに熱を僕らこう表面から奪うんですね。そういうのを気化熱って言うんですけど、でからそれでこう結構 寒く感じたりするんですけど、だからワンちゃんが水遊び後にその濡れたままあの特に冷たい涼しい場所行っちゃうと余計こう寒いあのエアコンの寒さとプラス気化熱で蒸発する時の熱奪われるので結構かなり寒くなっちゃうんですよね。だからそれで体調崩してお腹壊したりとかね、あの風邪ひいたりとかしがちなので、しっかり水遊び後はそういった意味でもブラッシングしながら乾かす、ね、バスタオルとかドライヤーとかね、でお家帰ってから最終的にシャンプーとかでこう洗ってあげたいとこですよね。やっぱ川の水もきれいっぽく見えてもですね、透き通ってきれいっぽく見えてもなんかね、まあ、バイ菌がいたりとかすることもありますし、それでやっぱ感染してしまうとかね、最近なんかでも人間の話でもこうね、あのそう川だったかな、なんか飛び込んであのノロウイルスかなんかにね感染して、なんかそこの川かなんか飛び込むとなんか結構な割合で嘔吐と下痢が激しい症状が出るみたいなニュースでやってましたけども、ノロウイルスが原因でそうなってたみたいなんですけど、結構それで飛び込めたりとか遊んだりできるような、まあ、川とかでも意外とはウイルスとかね菌とかいろんなのがいるんですよね。だからその場ではやっぱりねシャンプーするのは川でねシャンプーするのはやっぱり絶対モラルとしてもういろんな意味でもダメだと思う、絶対やらないやっちゃいけないんですけど、だからそういった意味ではまず水遊びしたところではまずそのしっかり乾かす、で毛玉ができないようにブラッシングしながら乾かす、でお家帰ってからしっかりシャンプーして汚れを落としてもう一回このなんていうかなこうあの綺麗にして乾かす、で毛玉できないようにしてあげるってことが大事かなと思いますね。まあ、今言ったように正しいケア方法はね、水遊び遊んだ後はすぐにあのここのシャンプーはねちょっと意味が家帰ってからの話なんで、帰宅後シャンプーは帰宅後です。でその場ではしっかり乾かしてケアですね、でお家帰ってから、まあ、シャンプーして清潔にするということです。だからこう表現がちょっとねこう誤解を招くような表現なんで、ね、あのその場ではあのブラッシングと乾かすプラス乾かす、ドライヤーなんかないよ、その場じゃないよって方は、バスタオルとかでね、乾かす。で、帰宅したらシャンプーして、しっかり、水で洗い流して、それでしっかり乾かす。
そうすることでもね、ワンちゃんのね、あの皮膚とかそういう体健康を保つことができるんで、あとはね、あのそういう場所、その川とか迷惑をかけないようにしっかり、あのなんていうかな、モラルをマナーを守ってね、楽しんでもらえたらなと思います。この動画以上になります。この動画参考になったような方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。